こんにちは。僕たちは韓国人バンド BRT です。今日一緒に勉強したいと思った曲はシシャモの春に迷い込んでです。これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前はシシャモ。活動は2010年からしました。事務所はペースミュージックエンターテインメント。レーブルはユニバーサルシグマです。はい、この曲は季節が移り変わっても未練を抱えたままの主人公の心情が綴られた切ないバラードになってます。それで今日は曲の歌詞に集中して主人公の心情を感じながら見てください。では行きまーす。분명히봄이야기인데배경이너무뭔가쓸쓸해약간겨울같아옛날영화색감낸거아닐까요인트로도되게슬퍼제목만보고되게상큼하고막발랄할줄알았는데근데역시나봄이야기나이런곡들은그어쿠스틱기타가진짜잘어울리는거같아요심지어이거앨범아트보면되게상큼하게그려져있어요맞아이게보컬인미야자키아사코상을그렸다고하더라고뮤비가엄청슬프네쓸쓸하게나왔네근데목소리가너무맑으니까딱들었을때되게안정감이있다약간인기가없을때돈가스가게에서음악을틀었는데그때또우연히그음악관계자분들이그걸들은거야그렇게되면서이제이렇게발전을하게되는거야목소리하나로어떻게보면은잘된케이스인거지약간청춘영화같은청춘영 OST 나광고같은데나올것같아아기가많이없으니까베이스소리가오히려더많이깔리면서잘들리고청량한거같아들어봤는데전자음이없더라고좀더와닿지않나되게옛날편것같아이게그레트로한편곡에다가요새음향기술을더한옛날에도음향기술좋았으면이런게나왔지않을까처음부터소리좋았네이런게제일와닿는것같아담백하게말하는봄에너무화려해버리면 근데난실제로라이브본적있거든요가서본적있는데진짜에너지가장난이없는거야진짜조그만그소녀들이그큰악기를들고막엄청뛰고막이렇게에너지있게하거든너무귀엽고사랑스럽더라고근데이렇게느린곡도이렇게잘하는거보니까좀매력이두배세배같아이부분딱키미가이나의부분을전체악기다비워놓은것도진짜아없구나이사람들은악기자체를전부키미라고생각할수도있겠구나라는생각이들더라고아이레트로함이레트로함을내기위해서진짜많이연구했을거야일렉기타가다똑같아보여도진짜조금차이내는게좀어렵더라고요많이연구해야되더라고요그조금을위해서
아. 근데 겁나 하루니 시토스로 넘어 혼돈이 신선한 감지 됐어요. 네. 이마노 기타노 솔로노 토코로나데스케도 아노 보쿠 소유 감조 다세나인데스요. 곡에 아와세테 っていうか あえて そういう簡単なフレーズを弾くのは 結構難しいことで努力して作ったなと。すごいなと思いました。演奏も歌も大きな感情をそのままで入れたではなく、まとめてまとめて静かに聞こえるように入れたのがもっと歌詞にも集中できるし、感情がもっと濃く感じられたかなと思います。 여기서부터 너무 슬퍼지는 것 같아요. 갑자기 그 기타 레트로 다음에 딱 나오는 3번매가 진짜 여태 동안 한 번 가사에도 사쿠라가 나오는데 사쿠라가 한 번도 안 나와. 그래서 어딘가에 겨울에 머물러 있는 느낌. 아직 들리지 않고. 이런 거 보면 되게 일본 밴드에서 나오는 많은 편곡 요소들이 다 들어가 있거든요. 악기가 단순하니까, 악기 구성이 단순하니까 편곡 구성이 조금 이런 기술들을 많이 넣은 것 같아요. 되게 다시 빌드업 되는 줄 알았는데 또 확 빠져가지고 이런 것도 좀 재밌는 편곡 같아요. 실제로 다른 곡 들어가도 악기들 많이 쌓지 않더라고요. 그냥 딱 할 수 있는 선에서 즐겁게 그냥 되는 것 같아요. 이게 사쿠라가 떨어지는 느낌 막 들더라. 이때 딱 한번 마지막에 막 흩날리는 느낌. 오히려 이 노래는 지금 핑크핑크한 것 같은데 상황은 이러니까 이렇게 대비돼서 오히려 더 감동을 주는 것 같아. 한동안 한 곳에 머물러 있다는 거는 어떤 정말 깊은 생각을 했다는 거잖아요. 그러고 나서 가는 걸음은 그걸 극복하고 가는 느낌이라서 마지막에 좀 안심됐어요. 또 되지 않을까? 아노 대화의 밖가의 하루じゃなくて あの 別れの 하루도 あるんだな と思いました. 本当にこうライブ見たことあるんですけど、今回はちょっと寂しいの気持ちがある曲も本当に良かって、いろんな魅力がある試写もだと思いました。日本は本当にいろんな感動が認められるんだなと思いました。アレンジで派手な楽器の構成を出してるチームも認められてるし、売れてるし、単純な構成でやってるチームも売れてるっていうのが素敵だと思いました。 春になったらいつも幸せになるかなと思ったんですけど、別れの季節にもなれるんだとか、福田ちの曲の感傷も結構思い出して、この曲の後から感傷を演奏する時もと感情が変わるかもと思いました。可愛いけど悲しい歌で二重的な感じが伝われて本当に心にもっと響いた感じがありました。今日もたくさんの勉強になりました。 これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラームセット、よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。